ハッピースクー、クロナギは絶対に遅刻します。前回のあらすじ、委員長がすごいデレデレ来たのと、はるかちゃんが料理を作りに来てくれたかい。あと黒なぎ、お前は引きに行くな。というわけで、次の日になって勉強会の日になりました。今日はうどん記念日で休日と定められている。そして図書館で勉強会を開くことになっているのだ。宿題をやるんだな。俺は朝食をとる。すでに昼に近いような気がしたが、あくまでの朝食だ。ちなみに昨夜はるかが作ってくれた料理の残りだ。うわ、いいね。おさらじみ、作り置きもしてくれたんじゃ。いいな。俺もそんなおさらじみが欲しかったです。料理を作りに来てくれるおさらじみが欲しかったのです。多めに作っておいてくれたらしい。温めればすぐに食べられるようになっている。意外と細かいところまで気が利くやつだ。そして身支度をして外に出る。図書館までははるかと一緒に行くことになっている。そこまでおさなじみ、そこまでおさなじみだわ。家を出ると門の前ではるかが待っていた。たずと、今日はしっかりと時間通りに起きたじゃん。そうだよな。まあ時間通りに行かないと委員長に何言われるかわからんからな。まあな、休みの日って妙に目覚めよくないか。そうでもないか。俺はそうでもないけど。そういうもんなの？そうとばかり思っていたが。俺とはるかは互いもない話をしながら図書館へと向かう。私立図書館はかなりの高台にある。大きくて立派な風貌にもかかわらず、直前にある長い坂が敬遠されているのか、来る人は極めて少ない。作った場所間違いだな。しかし実は町が一望できる風景のとてもいい場所なのだ。図書館なのに風景のいい場所ってことで有名なんだ。出た、大きなブルーベリーおっぱいの委員長が出てきました。私服姿だ。また拝めることができたよ。俺たちが図書館前に行くと、着くと委員長がすでに来ていた。あら、二人ともおはよう。おはよう、しののん。おはよう、みさくらさん早いね。私はだいたい待ち合わせの10分前には来てるからね。まじめ、10分前行動、まじめ。さすがは委員長、優等生だ。時間はちょうど待ち合わせ時間の10時30分。なのにメンバーが一人欠けていることに気づく。クロナギやっぱり遅刻してるやん。あいつ、まああれやな、クッキーだかサブレのことで悶々とした夜を過ごしてたからな、あいつは。あれ、クロナギくんは？そういえばまだ来てないみたいだけど。ああ、これはシロノンのお仕置きタイムが後で待ってるな。案の定寝坊しやがったのか、あいつは。高崎くん、何か知ってる？ああ、黒薙は夜遊びが過ぎたのか、昨夜の電話で考えすぎて寝るのが遅くなったのかはわからないが、声だけは言える。大方まだ寝てんだろうと思う。あいつはそういうやつだしな。先に俺たちだけで始めていようぜ。黒薙待ってたら遅れちまう。やったぜ、黒3人だぜ。三角関係できちゃうぜ。あ、黒薙が抜けての三角関係ができちゃうぜ。これは悪いな、黒薙。お前は今度からハブられる立場にあるのだ。でもあ、ちょっと申し訳なさそうなシノノンが可愛い。そうだそうだ、遅刻した人間に人権などないぞ。俺は笑顔で委員長を押していき、勉強会を始めるのだった。
はるかと俺は資料を探してきて教科書と照合している。委員長はどうかというと開始5分程度で済ませてしまい、今はなんだか難しげな理論が載っている本を読んでいるようだ。5分13ページもあるやつ5分で終わるかなわけあるか。それともなんか昨日の夜にある程度済ませとったけどさ、残り5分で済むようなところまで終わってしまったら中途半端に残してな。だとしたら逆に中途半端なところで中途半端な残し方したな。お前私あと3問ぐらいで終わりなのを見て、3問だったらやっとけばいいのに。何かこうやって見るだけで俺たちと委員長って別の世界の人間だよな。一般ピープルとエリートって感じか。本当に同じ脳の作りをしていた人間とは思えないみたいな感じかな。まあいい、せっかく委員長がいるんだし、ちょっと自信がないところを聞いておくかな。委員長、この文章ってどうやって訳すんだ。委員長が出るためにさ、俺はブルーベリーおっぱいをね眺めることになるからな。ほんまにさ、これさ、メッセージウィンドウって消せんもんなんかな。最悪の時って消せんかったっけって思うんやけど、あれ最悪の時って消したっけ。消せたらさ、この邪魔な文字とかをどけてさ、おっぱいを眺めることができるんだけどな。惜しい、実は惜しいんだよな。そこは単語のまま訳しちゃダメ。ヒントはこっちの単語と一括りにして考えてみて。了解、助かったぜ。ああ、白の子やってさ、なんか透き通っとって俺好きだな。委員長のヒントで分かった、そういうことか。熟語というか決まり文句みたいなものか。これは決まって公約すみたいな。おっと高崎くん、主人公高崎くん、なんかさ、勉強をしてないから成績が悪いだけで、要領を得たらスラスラ解ける系の、頭は悪くない感じの主人公だったな。これはこの言い方、さすがは委員長、長年の謎が解けたぜ。そこで、ね、次回のテストにこの問題が出ても悩まずに済むぜ。それまで覚えてたらだけど、ああ前言って一回微妙だなこれ。記憶力が悪くて結局扱えないパターンのやつかもしれんな。俺が答えを書いていると、今度は遥かがいい通りに聞いている。あのさ、これって動詞かな。形容詞だってば。そうだったの。はるかちゃんもどっちかというと成績がいまいちな感じかもしれない。はるか、お前文法とか大丈夫か。まあ人のことは決して言えない俺だが、俺たちはそうやって委員長に聞きながら課題を終わらせていった。俺は一通り終わったが、はるかはまだ委員長に教えてもらっている。委員長にさ、保健体育のことを教えてって言ったらぶん殴られるんだろうかな。女性ホルモンのこととか聞いたらぶん殴られるんだろうかな。さて、これからどうしようか。あ、こんな選択肢がある。うわ、これ、うわ、どっちも見たいな、これ。どっち選んで、これ選んだらどうなるかっていう想像がつかんな、これは。面白そうやな。両方とも見ようかな、これに関しては。わからんもんな。勉強を続けたら多分二人の様子を眺めよるんで、館内をうろついたらうろついたら面白そうなイベント始まりそうな気がするもんな。これちょっとさ、共通ルートがどこまでで切れるかわからんけどさ、両方とも見たいわこれ。まあとりあえず一個ずつ勉強を続ける方で、もう少し勉強を続けよう。委員長は教え終わったのか、謎の理論が載った本を読んでいる。なあ委員長。あら、何かしら質問。何の理論を読んでんだ。え、委員長はもしかして将来的に研究者とかになるつもりなんだろうか。難しそうな本なんだろうか。まあ気になることがあってな。委員長ってそのなんでそんなにおっぱいが大きいんだ。もしかしてさっき説明したところわからなかった。いや、それはわかったんだ。じゃあ何かしら。日々俺が疑問に思っていたこと、それは委員長のメガネってどのくらいの度があるんだ。気になるん。それ気になっとったんじゃ。え、それ人のメガネの度とか気になるもんかな。
俺は別にどうでもいいと思うやとさ、気になる文句。あ、そうか、高崎くんもあれか、自分がメガネかけとうけんさ、そういうつながりで気になるもんなんかな。メガネかけてる人って他のメガネかけてる人とメガネの銅とか気になるもんなんかな。メガネかけてる人あるあるなんかな。俺は人生生まれて25年でメガネ一回もかけたことないからな。わからん。どれくらいって言われても結構きついわよ。きつそうやな、なんか。うん、結構か。具体的にイメージしづらいな。ちょっと院長、メガネ貸してみてくれないか。実際にかけてみて確かめたい。おいおい、高崎くん、委員長のこと好きすぎるからってメガネにこもった委員長のぬくもりを感じたいとかいうフェチか、お前。そんな感じの変態的フェチを感じてるのか、お前。え、でも度が合わないのは目に悪いわよ。ちょっとだけならいいだろな。あ、でもさ、メガネ取ったところの委員長の顔見れるかもしれんな。左下の顔アップの絵でさ、見えるかもしれんな。頼むよ、メガネ取った姿見せてくれよ。俺はそっちの方が興味ある。だったら本当にちょっとだけよ。これがないと私何も見られないんだから。あ、なるほど、目隠ししたいときはメガネを取っ払えばそれで済むんだな。そう言って委員長はメガネを外して渡して、おお、来た。委員長のメガネ外した姿来ましたよ、皆さん。今後、二度とないかもしれないから、目に焼き付けとけよ。メガネフェチのみんなはすまんの。お、ありがとな。壊さないでよ。黒なぎじゃあるまいし、別に取って食いやしないって。俺は冗談めかして言ってみたが、委員長は相変わらず、心細そうにこちらを見つめている。メガネをつけていない委員長にとってもちょっと新鮮だよな。本当にメガネがないと何も見えないんだろうな。用件を早く済ませて返してあげよう。装着。俺は委員長のメガネをかけてみる。すると、そんだけ度が遠いんで強いんやな。世界が歪む。いや、自分に合ってない度のメガネかけたからって、こんなこうはならんと思うんやけどな。こうはならんと思うんやけどな、俺は。本棚が、机が、椅子が、床が、天井が、曲がるはずのないあらゆるものが、ぐねぐねと湾曲して踊り出す。やっぱりすごいでしょ？すごいですね。確かに、すごい。視線のみならず脳神経にまで妙な圧力がかかる。重くて重い。そんな圧力。ねえ、分かったら。二人に増えたぞ。増えた。え？委員長が二人に増えた。どうなってんだこりゃ。分身殺法な、わけないか。このメガネのせいだな、こりゃ。高崎増えたよ。どんどん頭が混乱している。わ、もう一人増えて3人に。わ、おっぱいが6個も並んでる。なんてメガネだ。危険すぎる。俺はメガネを外す。すると歪んだ世界が線を取り戻し、委員長も一人に戻った。半端じゃなく度が強いな、このメガネ。でしょ？満足したら早く返して。ああ、ごめん。はい、ありがとな。俺は委員長にメガネを返す。その後、委員長は遥が質問してきたので、そっちにつきっきりになった。まあ、委員長も遥ぐらい英語が苦手なやつには教えがいがあるだろう。俺は邪魔になるといけないので、暇つぶしに適当な本を探しに、館内をうろつくことにした。あ、この辺でちょっと一旦あれやな。ルートが教室に戻ってきたんかな。ちょっと、気になっとったこっちも見てみますわ。下の選択肢も。館内をうろつく。
あれ委員長のメガネの下りがなくなっただけなんかな、俺もしかして。にしてもだ、いろんな本があるんだなって選択肢を覚えておこう。でもって、ロードをするだろ。委員長の下りがなくなっただけか、これもしかして。興味深いものがあったら借りて帰るのもいいかもしれないなどと思って本棚の方を見ていた。その時、お、出たな。 PV とか見よったら出て、乗っとった謎の少女。そう、第3のヒロインです。はるか委員長に続いて第3のヒロインがこの子です。ここへ出てくるんじゃ。一人の少女が目の前を横切ったような気がした。しかし辺りを見渡してもそれらしい人影はいない。今のは一体委員長のメガネをかけて頭がバカになったのか。それにあの少女どこかで見たような気がなどと思っていると、見知った影が廊下の向こう側にからやってきた。おーい高崎、探したぞ。出たな、遅刻魔。黒なぎ、今お前の来た方向に誰か行かなかったか。髪の長い女の子とか。あ、いや誰も来なかったが、出会い頭にいきなりどうしたんだよ。見えていないのか、俺にしか見えないのか。もしかして俺女の子にモテたすぎて女の子を見る妄想に取りつかれてしまったんか。あれは俺の妄想か。おかしいな、今は確かに。いや俺の気のせいか。あ、なんでもない。さあみんなのところに行くぞ。お前もさっさと課題終わらせろよな。高崎、お前はどうなんだ。終わってんだよ。お前が遅刻してる間にしっかりと終わらせてやる。うん。何ちくしょう、俺も急いで終わらせるぞ。この後黒なぎに付き合って勉強会を再開して、最終的に昼過ぎまで図書館で過ごすことになったのだ。みんな勉強会お疲れ様。お疲れ様。お疲れ。お疲れ。俺たちは図書館前でアセロラドリンクで乾杯をして、今日の苦労を、何やったっけ、苦労をねぎらい合った。ところで黒なぎくん、どうしてアセロラドリンクなの。体に良さそうな名前ではあるんだよな。いや、なんか珍しそうだったから。確かに普通こんなの売ってないよな。マジでどうなってんだここの自動販売機は。カズト、なんかアセロラドリンクって喉越し悪いよね。ああ、そうだな。少なくとも俺は一気飲みはできない。だよね。だがはるか、お前にはできるだろう。よく自前の水筒に入った茶を片手を腰に当てて一気飲みしてるのだからな。銭湯上がって時に飲む牛乳か。そんなことしてないじゃないのさ。ほうどがな。放課後の校庭でよく見かけるけどな。してないもん。ちゃんとコップ使ってるじゃないのさ。ミサクラさん、カズトの言うこと信じちゃダメだからね。いつも変なこと言うんだもん。え？委員長は答えかねているのか、困った表情でアセロラドリンクを吸っている。火のないところに煙は立たないぞ、ハルカ。何もないところから突然ファイヤーボール出すのがカズト。何なんだ、俺は炎の魔術師か、お前。炎の錬金術師か、お前。マスタング大佐か。ファイヤーボールってな。とりあえず委員長が困っているので、ハルカをからかうのもここまでにしておく。ところで委員長、ちょっと聞いておきたいことがあるんだけど。お、とうとうバストサイズを聞く気になったが。さっき聞いてた文法のところ。まあなんか苦手。バストサイズじゃない。バストサイズいくらですかとか、そういう質問じゃない。そうしてしばらくの勉強会の補習をしてもらった後、話はやがて自然と世間話と変わっていった。え、高崎くんって
らしてるの？親御さん、共働きでお仕事忙しいんだよね。この手のゲームってね、主人公はだいたい共働きの親を持って家にいないんだよ。一人暮らしなんだよ。ああ、数年前からずっとな。家にいることは少ないぞ。共働きしてるのって意外そうに思うけどさ、俺徳島県民だからな、どこの家庭も共働きなんだよな。徳島県は全国で共働きの家庭の率がナンバーワンなんだ。大変なのね。なんかそうでもないよ。4月までは翼ちゃんいたし。誰？翼ちゃん誰？姉？翼ちゃん。なんかすごい気になる名前が出てきましたよ。高崎翼、俺の妹である。あ、妹なんだ。フラグが立ったな。なんかフラグが立ったとか出てきたよ、左上。フラグが立ったやって、フラグが立ったが出てきたぞ、お前。ハイジゲーマーのハイジが出てきたぞ、お前。一歳下の妹、カズトに似てないで可愛いんだよ。ちなみに翼ちゃんはおっぱい大きいですか？似てないとはよく言われるが、間違いなく実…実前か、実前って読むかな、である。本当は血つながってないんじゃないか。あり得る。第4のヒロインかもしれない。実はソードアートオンラインのすぐハポジションかもしれない。間違っても義理の妹とか生後とかそういうことはない。そんな複雑な事情がホイホイ転がっててたまるか。でもゲームだぜ、これゲームだぜ。お前はゲームの主人公だぜ。今までは二人がかりで家のことやってたんだけどね。遠くの学園に通うようになって寮に入っちゃったんだよな。ああ、なるほど。妹ちゃんの顔が見れなくなって寂しいぜ。狙ってんじゃないだろうな、お前。そういえば黒薙も前から俺の家に出入りしているから、翼とは面識があるんだよな。カズトさ、翼ちゃんいなくなったら家のことなんておざなりだもんね。そうなの？うん、僕がいなきゃ今頃どうなってたことやら。はるかちゃんがおらんかったら毎食毎食カップラーメンだろうな。カップラーメンの麺をすする音が近所で話題になるんだろうな。うわあ、何言ってんだよ。はるかめ、人の家の事情をいろいろとばらしやがって、さっきの仕返しのつもりか。ベッドの下に隠してあるものと、やばいことに触れられないうちに、俺は大至急話題を変えることにした。そういえばさ、はるかの家の玄関に埴輪あるよな。あれ、一体何なんだ？前から気になってたんだけどさ。反撃。はるかの家の玄関には埴輪が置いてある。うずらの目がかなり怖い城のものなのだ。埴輪？なんだろうね。もともとは骨董屋さんにあったらしいんだけど。へえ、吉野さんってアンティークとか好きなんだ。でも見に行くだけであんまり買わない。しかも埴輪は骨董屋さんじゃなくてフリーマーケットで見つけたものなんだよ。何に控えて買ったんだろうな。フリーマーケット、結構高かったんだけど9割引でお買い得だったよ。なんか怪しいな、それ。なんかその怪しいな、そのフリーマーケット。ブラックマーケットの間違いじゃないかな。ちょ、お前、それ。明らかに不自然な手引きだろう。一刻も早く手放したかった。ああ夜中にゴトゴト歩き出したり、そういうことか。光ったりしないか。そういうことか。はるかは笑い飛ばしているが、俺はあの埴輪に妙な曰くがついていないことを密かに祈っておいた。そういえば黒薙君、沖縄出身って聞いたけど、もしかして一人暮らし？沖縄出身だったんこいつ。メンソーレ、メンソーレなやつだったんじゃ、お前。全然メンソーレ感が出ないと思ったけど、よかった。 T シャツが海が好きだった。沖縄出身に海が嫌いな男なんていないという感じかもしれんな。マニー、でも高崎と違ってしっかりと身の回りのことはやってるよ。できるやつをアピールしてんじゃねえよ、お前。マウント取ってんじゃねえよ。なあ、お前、下腐らないか？足の踏み場もないくらい散らかってるのは誰の部屋だ？
それはたまたまだよ。クロナギよ、俺が行くたびにそういう状態なら、それはもうたまたまとは言わないぞ。委員長はこういう雑談をする機会は少ないらしく、たわいもない内容の話でも終始目を輝かせて聞いていた。女の子は雑談好きだって言うけど、委員長も例外じゃなかったんだな。委員長の新たな一面を見ることができてちょっと嬉しかった。そんな楽しいお疲れ様会も日が暮れるのでお開きになった。さて、俺は誰と帰っているかというと、うわあ、何これ、これもすごい気になる選択肢だ。黒沢、黒薙なんか興味ないけどさ、黒薙は興味ないけん、まあ除外するけどさ、はるかと委員長と一緒に帰れるシチュエーション、皆さんこれは味わいたいですよ。皆さん両方とも黒薙は興味ないと思うけどさ、味わいたいですよね。はるかちゃん、おすらじびとの帰りと委員長おっぱい大きい委員長との帰り、ああ、これは生つばが、生つばが。まあ俺委員長派なんで、しののんと一緒に帰りますわ。はるかちゃんのも後で見ようかな。おお、殺し戦である、殺し戦であるわ。委員長と変えていた。特に意味はないが、なんとなく委員長と変えたかったのだ。あれ、これもしかしてさ、選んだ方でさ、どっちルートとかあるんかな、わからんな。これにしても高崎くん、なだい、うん、高崎くんって意外と IQ 高くない？何の話だ。何の話してんの、 IQ とか。そんなことはないだろう、成績だって波だし。 IQ と成績は違うけどな。実際テストの結果とかで IQ はあまり測れないのよ。そうなのか。結局物理とか歴史とかってただの暗記でしょ。まあ IQ は高い方に越したことはないけど、たとえ IQ が低くてもある程度の努力をすれば誰でも高得点取れるのよ。そうなんだよな、誰でもって。委員長、今さらっとすごい発言した。じゃあ IQ って、頭の回転の速さとか飲み込みの速さとか、そう思ってくれていいわ。厳密に言えばちょっと意味がずれてるんだけどね。うん、なるほど。今回の高崎くん、かなり飲み込み早かったしね。ちゃんとすれば短期間で成績学年10位以内に入れると思うわよ。持ち上げるな、七野の持ち上げるな。こいつにそんなことができると思うか。持ち上げすぎだお前、ちょっと夢見せすぎじゃないですか。それは俺が。委員長、なかなか面白い冗談じゃないか。本気で言ってるんだけどね。ほんまに？マジか。いきなりそんなこと言われても実感が湧かない。第一、俺は成績も本当に平均的でパッとしない生徒なのだ。そんな俺にすごい IQ なんて備わっているであろうか。まあどんなにすごい才能を持っていても、それを活かせないと意味がないんだけどね。ですよね。そりゃそうだな。ちなみに今の高崎くんの才能の利用の仕方は赤点ね。はっきり言って宝の持ち腐れね。せっかく高い IQ 持ってるんだから、もっと勉学に励みなさい。はい。以下、別れるまでずっと委員長のお説教が続いたのだった。それにしても、あの時図書館で見かけたあの子、本当に見間違いだったのか。なぜかそのことが気になった。で、次の日になる。うわー、気になるけんね、皆さん。このはるかルートの方も見てみますわ、皆さん。あ、出たな、自分のことをはるかと思っている違う人。なんか、いえ、絵柄が違いすぎて、ほんまにはるかかって思ってしまう感じのやつ。はるかと変えていた。家が隣同士なので、もちろん帰り道も同じ方向だから、当然といえば当然だが。今日で全部課題終わってよかったね。ああ、これで明日は完璧フリーだぜ。
とは明日、その空いた時間で何する予定なの？行きたいところもあるし、やりたいこともある。それを想定した上で、最善の休日の過ごし方は？ゼロ、未来を見せてみろ。過ごし方は？家で一日中適当にゴロゴロする。ゼロシステムが導いた答えはこれだ。俺の言葉に、はるかは前のめりになる。あれ、はるかはどうしたんだ？おい、あんまり薄着なんだからさ、前のめりになりすぎとるさ。服が胸のあたりから離れて見えるぞ。胸見えるぞ。一体どこをどう想定したらそういう結論が出るのさ。気にするな。ところではるかは、明日何か予定入ってるのか？うん、僕はね、明日部活の練習があるんだ。日曜日までに部活の練習とか頑張りますね。さすがははるか、部活熱心で結構なことだ。不意に話題が途切れて、俺たちはなんとなく黙ったまま歩く。ねえ、カツト。なんだ？やっぱり、カツトも寂しい？翼ちゃんいなくなってさ。いや、さらにこんな選択肢が出てくる。あーでもこの年頃だったらさ、強がって寂しかったとしても強がって別にそんなことはないって言いそうやな。別にそんなことはないぜ。本当に？ああ、むしろ口うるさいのがいなくなってせいせいしたって感じだな。でも今は翼の代わりに遥がそういうポジションにいるんだよな。当然だよ、カズとだらしないんだから誰かが言わなきゃいけないじゃないのか。だらしない？俺のどこがだらしないって言うんだ。早急に10個述べてみろ。部屋の掃除しない、服を脱ぎ散らかして、なんか主人公と幼馴染のイチャイチャを見せつけられてるな。もういいです、はるかさん、俺が悪かったです。ダメだ、はるかには勝てる気がしない。少しは自覚してくれたらいいんだよ。本当は改善してくれると僕もっと嬉しいんだけどね。全力をかけて善処します。やないじゃない、できないんだ。どうや、はるかを敵に回してはいけない。なんとか怪獣しないと。なんだろうな、煮干し等が与えればいいんかな。あのさ、はるか。え、何？腹減ってない？なんかおごるよ。確かにちょっと何か食べたいなって思ってたけど、いきなりどうしたの？いや、日頃お世話になってるお礼にって思って。なんか変な数と。ほら、そこにうどん屋あるぞ。そこで食べようか。今日うどんの日だし。あんま関係ないと思うな。2日続けてうどんだな。昨日もうどん食べた子にうどんをおごるんだな。俺はいぶかしむぐはるかの背を押して店の中へと入っていった。でこういう感じで合流するわけじゃ。じゃあ今回はここでお会いとさせていただこう。次の日からの展開は次のパートでやりますんで。あとさ、一応やけどね、ここの選択肢がさ、もしかしたらさ、これがなんか、3人のヒロインのさ、フラグに繋がっとるかもしれんけんさ、俺はさ、委員長ルートが行きたいんでね、委員長選んで、その上で、この先の合流したところでセーブさせていただきます。なんで、委員長ルートを選んだルートの方で、次回は続きやっていきますという感じになる。いや、関係あるか知らんけどね、ここの選択肢。なお、黒薙ルートは実況ではやらないので、興味がある方はダウンロードして自分でやってみてください。というわけでね、今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。週明け